始まりました。ギゴイチロテです。ギタです。今回もギコちゃんさんに来ていただきました。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ザー、よろしくお願いします。お願いします。今回はワギャンってこんなに弱かったっけというアプリで対決していきたいと思います。お、ワギャンランドの。ワギャン、そうです、ワギャンランドの。懐かしい、はい、世代世代、もう世代だから負けません。どんなゲームか分かりませんが、はい今回の対決のルールは、それぞれステージ1から交互に6回ずつプレイして、どこのステージまでいけるかで競っていきます。おお、進んだ方の勝ち。そうですね、的な。あ、はい、単純明快。ちなみにこのゲーム、はい、即死ゲーです。そして今回の対決に負けてしまったら、罰ゲーム。またか、はい、即死系ゲームで負けてしまった。もっと長生きしてほしい、健康にむちゃくちゃいい、激似がセンブリ茶です。あー、センブリ茶が、うわやだ。これね、自己映像がなるかもしれないけど、これワギャンなんで私負けませんから、飲むのはノッテです。いやいやいや、ギコちゃんです。頑張りましょうはい、ということで、はい、こちらのゲームかなり操作性が難しいというか癖のあるゲームなので、おー、はい、ギコちゃんさんに3回ちょっと練習していただこうかと思います。あ、いいんですか、練習して。もうこれやらないともう本当1秒で。マジか、そんなに難しい。はい、できますか。はい、緑の右上のボタンを押している間中は上に上がって、離すと下に落ちます。ああ、なるほどね。そして画面の上にも下にも床にも壁にも何にも当たらないようにゴールを目指していただきます。なるほどね。はい。結構じゃあ単純ですね、本当にね。そうですね。じゃあ行きますからね。はい。押しますからね。はい。よいしょ。お、こういうことね。お、待って、意外と。こういうこと？あ、うまい。こういうことでしょ？助けてやるぜ。よいしょ、やったー。待って、一発クリア。よっしゃ、クリアしたよ。練習以上で大丈夫ですかね。あと2回ぐらい練習させていただきます。はい、やったー。やばいやばい。あ、そうですね、なんかいきなり無事。あー、ということなんですか。そうですね。なるほどね。はい、練習終わりですね。終わりですか。結構厳しいです。よいしょ。おおーっと、セーフセーフ。やったやった、ダメだよ草壁。ちょっと何やってんの、ゲーム中なんだから。いきます、ゴー。すいませんよ草壁さん、そんなこと私にはすいませんね。よいしょ、やったよっしゃ、クリアしましたよ。次は集中します。お、安定感が。目見てください、キャラクター。うわ、目が丸い。目が丸い。あー、ナイス。いやー、やっとクリアしましたね。今日楽しむ達人の戦いですから、ね、めっちゃ顔回ってますよ。顔回ってます。うわー、危ない。びっくりした、クリアした、危ない。よーし、よいしょ。ちょっとこの右上の大福を切断したようなやつは何ですか、これ。やめて、これ何。やめて、いちご大福違う、これ。あ、でも何、よし、あさやった、いちご大福ではない、ではないんだ、ではないですね。そうなんですね。はい、グーじゃない、もうお腹がちょっと、いくつはできる。あはー、よしよしよし、マジか。並びましたね。並んじゃったよ。あ、あ、超えた、超えた。おお。何も取ってないでも。ああ、そう。おお、超えた。超えて、そこの。おら、文字。ああ、行き過ぎだ。行き過ぎだって。何やってんの、マーギャン。うわあ、5回目。行きまーす。よいしょ。向こうの赤い山何なんですかね。死んだ。じゃあ私の番ですね。正々堂々やりますから、チャチャとか言うのなしですから。いや、笑う。あ、笑うから。もう次最後の勝負ですね。ですね。いきます。せーの。景色いいっすよね、向こうの海。死んだ、やったよし、うわー、まあ、やった。じゃあクリアします。いくぞ。はい、ということで2人とも同じステージまでということだったんですけど、罰ゲームどうしましょう。これってあれですよね、先に進んだ方が勝つって感じだったんですよね。そうですね、ってことは同じ、同じ罰ゲーム2人でしょ、これもう2人とも飲むしかないよ、もうしょうがないよ。うーん、やっぱりそうなりますよね。なりますよ、ということで、はい、2人で飲む、はい、2人で罰ゲームの
さよりちゃんいただこうと思います。はい、いきます。まずい、これはマジでガチでまずい、これっていうやつ。やばいやばい。でも体に良さそうね。そうですね、長生きできそうですね。ありがとうございます。はい、ということで、リコちゃんさん、今回の対決いかがでしたか？いやー、のってんさんが喋れば喋るほどね、センブリの匂いが蔓延するんですけど、ワギャンね、こんな弱かったっけっていう名前じゃん、これ。ワギャン弱くないから、こんなに。でもね、すげえ楽しかったね。難しかったですけど、楽しめました。はい、ということで、この動画が面白かった、ワギャン面白そう、やってみたいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。